まだ何かあるのか。言うなら早くしろ。時間がない。坊ちゃんと一緒にいて、確かに疲れはしましたけど、結構楽しかったですよ。僕もだ。今までありがとう。らしくないです、坊ちゃん。お前もな、シャル。行くぞ、シャル。はい。だのかな、これで。バルバトスも倒したことだし、そう思いたいところだがな。とにかくウッドローさんに会おう。持ち去られたレンズのこと話しておかなくちゃ。おお、カイル君、それにミナも。どうやら無事に目的を果たしたようだな。ええ、なんとかリアラは助けることができました。ただファンダリアのレンズは。報告は受けている。飛行竜と共に海底に沈んだと。すみませんでした。俺の力が足りなかったばっかりに。君が謝ることはない。レンズの一極集中を防げただけで十分だ。ファンダリアの民を代表して礼を言う。ありがとう、カイル君。いえ、お役に立てたなら光栄です。なんとか君たちの功績に報いたいが、今の我々にできるのは城に泊まってもらうことぐらいだ。どうだろう、カイル君。ありがとうございます。ぜひそうさせてください。ねえカイル、起きて。ちょっとカイルってば。こら、カイル起きなさーい。リアラか。もう遅いよ。おやすみ。何言ってるの？もう朝でしょ？朝。ねえ、起きてよカイル。あとちょっと。もうちょびっとだけ。ほら、せっかくだからどこかに出かけましょうよ。いってらっしゃい。俺寝てる。もういいわ。カイルったらそんなに私とデートしたくないのね。したくない、したくない。デートなんか全然。え、デート？そう、デート。行きましょうカエル。場所は、そうだ、公園にしましょう。きっと気持ちがいいわよ。歩き疲れちゃったね。少し休みましょう。静かね。こうしてるとこれまでの騒ぎがまるで嘘みたいだわ。なんだか不思議な気分だよ。前に来た時はここレアルタって町だったのに。ふとしたきっかけで取り返しがつかないほど大きく変わってしまう。歴史のそんな脆さを利用してエルレインは目的を果たそうとしたのね。でも歴史は変わらなかった。ディムロスさん、アトワイトさん、それに父さんや母さん、みんなの強さが歴史を守ったんだ。大活躍だったわね、カイルも。そうかな。俺今でも信じられないよ。遺跡で不思議な女の子に出会ったり、仲間と世界中を旅したり、時を超えて英雄たちと一緒に戦ったり、実は全部夢なんじゃないかって。本当にそうだったらどうする？ある朝起きたら急に私がいなくなってたら、カイルはどうする？どうして急にそんな。答えてカイル。嫌だ。え？リアラがいなくなっちゃうなんて俺は嫌だ。
もしリアラがいなくなったら、俺どんなことをしても絶対にリアラを取り戻すよ。カイル、これは何、一体何なの。カイル、今のは一体。カイル、こんなところにいたのか。具合でも悪いのか。真っ青じゃねえか。いや、なんでもない。それより何かあったの。ああ、そうそう、ハロルドが呼んでるんだよ。すぐ来てくれってな。なんでも時間が歪んでエンペラーペイがどうのこうのって、とにかく一緒に来い。みんな城にいるからよ。あ、来た来た。これでみんな揃ったよ。話って何。ロニから聞いたんだけど、さっぱりわからなくて。私の解析くん2号カイが時間軸の歪みとエントロピーの異常なまでの増大を検知したの。わかりやすく言うと、時間の流れがとってもヤバい状態になってるってこと。ヤバい状態って。ぶっちゃけた話、未来がなくなりかけてるのよ。未来がなくなるってどういうことだいそれ。具体的なことまではわからないけど、未来からこの時代に対して何らかの干渉が行われているようね。その影響で本来あるはずの未来が失われようとしてるってわけ。それってエルレインが今度はこの時代を変えようとしてるってことか。だとしてもこれまでのように生優しいものじゃないわ。未来そのものを消してしまいかねない恐ろしく大掛かりなものよ。すでにその兆しは出始めてる。さっきも時空間の揺らぎを観測したわ。一瞬だけど現代と未来が重なったみたい。カイル、さっきの。ああ。あんたたち、なんか心当たりでも？見たんだ。見たって。ハイデルベルグが歪んで消えかけるの。世界の破滅か。世界の破滅ってどういうことだ、ハロルド。だからそのまんまよ。エルレインはこの世界を消そうとしてる。未来がなくなるのは当たり前だわ。世界を消すだって？どうしてそんなことを。さ、理由まではね。こればっかりは本人に聞くしかないんじゃないの。それしかなさそうだな。だがエルレインが一体どこにいるのか。ああ、それなら心配ないわ。時空間に残されたパルスを辿っておいたから、今から約8万7千時間後、つまり10年後ね、そのあたりにいるわ。となると次の問題は時間移動のためのレンズか。この城にあったのは俺たちが海に沈めちまったし。あんたたち確かイクシフォスラー使ったのよね。ならそのレンズを使えばいいじゃない。ソーディアに使ったのと同じ私の特別性だからエネルギーもバッチリよ。だがあれはどこに墜落したのかわからないんだ。地上ならいいが時空間の歪みに巻き込まれたりしていたら。こんなこともあろうかと自動機関機能をつけておいたのよ。インチキくせえな、おい。用意周到と言ってよね。とにかくオートパイロットが働いて元あった場所に帰ってるはずよ。となると目指すのは地上軍拠点跡地の格納庫ってわけか。よし、行こうみんな。すげえ、本当に帰ってきてる。当たり前でしょ、誰が作ったと思ってんの。ほい、取れた。小さいけどこれ一つあればペンダントの力を増幅できるはずよ。じゃあみんな集まって。リアラ、どうしたの。カイル、お願いがあるの。これからたとえ何が起こってもエルレインを止めるって誓って。どうしたんだよリアラ、そんなの当たり前じゃ。お願い、誓って。わかった、誓うよリアラ。何があってもエルレインを止めてみせる、必ず。それじゃ行くわ、未来へ。おい、お前たち、こんなところで何をしている。
ちは。エルレインはどこですか。なんだお前は。おい、あのペンダント、もしかして聖者様。エルレイン様はこちらにはいらっしゃいません。ではどこにいるのです。それがその、誰にも行き先を告げるなと。ことは急を要します。答えなさい、エルレインはどこですか。カルビオラです。カルビオラって言えばナナリーの村の近くの巨大レンズがあったところだったな。やつが何を企んでいるのか、とにかく急いだ方がいい。ああ、分かってる。行こう、カルビオラへ。あのお方の崇高な理念を理解しようとせず、立てつき、邪魔をし続け、挙句の果てには害しようと企むとは、もはやお前たちに救いは必要ない。エルレイン様が許しても我が許しはしない。へっ、てめえらの救いなんざこっちから願い下げだ。邪魔をするなら力ずくでも解いてもらうぞ。エルレイン様のお手を煩わせることもない。我が今ここで全てを終わらせてくれよう。エルレイン様、我に力を。無法なる者の変身って言うんじゃないの。一緒だ一緒。正義の鉄槌を下す。黙って。くらえ、プリズムクラッシャー。僕はそこまでだ。今度は何を企んでる。俺たちの時代をどうするつもりだ。答えろエルライン。お前たちか。だがもはや時は過ぎた。すでに矢は放たれようとしている。矢を放つ、どういう意味だ。千年前星を射抜いた光の矢、その輝きを今再び。うわっ、これは。あいつ一体何をするつもりなんだい。千年前、光の矢。そっか、そういうことか。さすがは神の名を語るだけあって、やることが派手じゃない。一人で納得してないで説明しろ、ハロルド。千年前、世界で何があったか知ってる。もちろんだ、天地戦争だろ。そのもう少し前よ。そもそもなぜ天地戦争が起こるに至ったかの発端。天地戦争が起こる発端。天地戦争はそもそも荒廃した大地を捨て都市を浮上させる計画が発端だったの。その浮上した都市に乗り込んだ特権階級の人間たちが圧倒的な武力で地上を支配した。それに地上の人間たちが反旗を翻し、天地戦争が始まった。天地戦争の話は分かったよ。でもそれとこのレンズとどういう関係が。話は最後まで聞く。そもそもなんで都市を浮かせなきゃいけなかったの。なぜそこまで大地が荒廃したの。彗星の衝突だな。そう、今から約千年前、この星に巨大な彗星が衝突した時、人類の過半数が一瞬にして死に絶えた。衝突の際に巻き上がった粉塵によって太陽の光は完全に遮られ、地上は極寒の地と化してしまった。だから空を覆う粉塵よりもさらに高く都市そのものを浮かべたのよ。彗星によってもたらされた未知の力、レンズを使ってね。だからそれとこのレンズとどんな関係があるってんだよ。まだわかんない。エルレインはあの悲劇をもう一度繰り返そうとしてるのよ。人類を滅亡の寸前にまで追いやった巨大彗星の衝突を。世界を消すってのはそういうことだったのか。でも今になってどうして。お前たちを救うためだ。お前たちだけではない、この世界の全てを救うために全てを破壊する。明らかに論理が破綻してるわね。救うために破壊する、そんなことはありえないわ。私は間違ってなどいない。完全な形で神が降臨すれば
全人類の絶対幸福を実現することができる。それを成すため私は歴史を改変した。だがその試みはことごとく無に帰した。お前たちの手によって。だからこそ私は最後の手段を取るのだ。神の卵ともいえる巨大彗星を地表に落下させるという手段も、二つの天体が衝突する際に生じる凄まじいエネルギーをもってすれば神の降臨が現実のものとなる。そう、完全なる神の。待て、エルレイン。全てを救うために全てを破壊する、そんなことが許されるとしたら俺たちは何だ。神にとって俺たち人間は一体何なんだ。神によって救われるべき、儚く哀れで愛おしい存在。それ以上でもそれ以下でもない。ふざけるな。俺はずっとこの目で見てきた。歴史を築いた人たちの強さを、人が生きた証として積み重ねられていく歴史を、それを消すなんてことを誰にもさせはしない。案ずることはない。お前たちが全て死に絶えたとしても、完全神の降臨さえ果たされれば新たなる人類を生み出すことができる。そして新たなる人類は完全なる世界で完全な幸福を手にすることができる。今こそ人類自身のために全てを振り出しに戻すべきなのだ。歴史の破壊が人のためだと、冗談じゃない。愚かな、まだわからないのか。人は神の力によってのみ全ての不幸から逃れ絶対の幸福を手にすることができる。なぜその真理を認めようとしない。絶対の幸福なんてこの世にない。苦しみや悲しみがあるからこそ人は幸せになりたいと願う。それを自分の力で掴もうとする。本当の幸せは幸せを探して生きる毎日の中にある。人はそうやって歴史を築いていくんだ。これ以上話しても無駄のようだな。すでに矢は放たれようとしている。これを止めることはお前たちにはできはしない。できる。お前を倒して衝突を止めてみせる。今ここにいる私を倒したところで何の意味もない。私は神より生まれし者、何度でも生まれ変わり完全なる世界を作り上げる。なら神を殺す。そして二度とお前が生まれないようにしてやる。神を殺すか。やはり真実は告げられなかったようだな、リアル。ならば私が代わりに教えてやろう。リアラと私は、やめて、エルレイ。リアラと私は神だ。リアラが神だから、神を殺せば私と共にリアラも死ぬ。嘘だ。リアラが神だなんてそんなことありえない。騙されるな、カイル。デタラメだ。デタラメに決まってる。信じるかどうかはお前たちの自由だが、真実は一つだ。嘘だよな、リアラ。君が神だなんて。エルレインが出任せ言ってんだよな。お願いだ、嘘だって言ってくれ。いいえ、二人の聖女は神より生み出されし者、言うなれば神の化身。神の存在が消滅するとき、私とエルレインもまた。そんな。そう、やはりお前たちに神を殺せはしない。それが分かったのなら帰るがいい。そして裁きの時を迎える場所を自らの手で選べ。それがお前たちに与えられた最後の幸福だ。待ちやがれ、エルレイ。逃しはしないよ。カイル、ごめんなさい、今まで言えなくて。でもね、カイル、他に方法はないの。神を殺さないとこの世界は。
やめてくれ。今は何も聞きたくない。カイル、わからないんだ。自分がこれからどうすればいいのかわからない。何もわからないんだ。ここにいても拉致が開かない。とにかく帰ろう。